できた。青春の記憶を見られるなんて、私でも顔が赤くなるわ。あら、大胆な発言ね。確かに、楽しんでないと言ったら嘘になるけど。だって、メイが私の全部を知りたいって言ってくれたんだもの。私と関係を深めたいなんて、もちろん歓迎するに決まってるじゃない。もう、メイは完璧な女の子なのに、その点だけちょっと良くないわね。私と同じように素直になったら、もっとモテると思うわよ。なんてね。話題をエリシアに戻しましょう。私の過去を知ったメイが次に知りたいことは何？どうしようかしら。いいテーマはいくつもあるんだけど。どうしてプリントされないの？待ってて、確認してみるわ。おかしいわね。長く使われてないから壊れたのかしら。修理ガイドを確認するわ。ここはこうして、こう、いいわ。こうしましょう。えい！変ね。どうして治ってないのかしら。でも今までの経験ではこれが一番効率のいい修理方法だったのよ。え？
私が壊したわけじゃないわ。だって、だって。そうだ、紙が切れたのよ。紙がないと印刷できないじゃない。そうよね。私はこのデータ室の管理者よ。私と同じくらい可愛らしい人の子よ。ちゃんと管理者の言うことを聞きなさい。あ、それは使用済みのものよ。再利用はダメ。その通り。その間私は修理。いや、だから、あなたたちが本当の白紙を見つけたら、このタイプライターも正常に動くのよ。ここは、ないわね。白紙、白紙、どこにあるのかしら。どんな小さなことにも真剣に向き合うべきよ、メイ。喜ぶがいい。開演の時が来た。審判の時は来た。炎上の光。やけどに決戦の時が来た。ねえメイ、このままだと少し効率が悪い気がするわ。手分けして探すってのはどうかしら。私はこっち、メイはあっちを探してくれない？逆でもいいわよ。
お姉ちゃん？そんなことないよ。メイお姉ちゃんならいつでも歓迎するから。もういい。繰り返し話すつもりはない。あなたがどうしてもというのなら、私もこれ以上話すつもりはない。だけど、真相を風化させることが、よりいい選択とは限らないよ。悪いことにしかならない。でも、もし、それがグレイシュの望みだったら。それがあんたの嘘でないことをどう証明する？知らず知らずのうちに彼女に圧力をかけていないことを、あんたは証明できるのか？余計なお世話？確かにそうだな。メイ、英傑同士の争いに警察に介入するのは良くないよ。安心してください。私とコスマはただ昔話をしていただけだよ。これは失礼。私としてはメイの身を守りたかっただけなのだけど。守る？あんたの口からそんな言葉を聞くと、むしろ余計不安になるだろう。一つ忠告だ、雷の律者。俺たちを簡単に信用するな。俺たちは一人一人が秘密を抱えている。俺もそうだし、もちろん。英傑はヒーローではない。楽園もその名前のように美しくはない。律者、もしここで何かを発掘しようとしているなら、
それを覚えておいた方がいい。そして、二度とそういうことはするな。メイ？メイ？タイプライターが直ったから持ってきたわよ。あら、来るタイミングを間違えたかしら。何を言ってるの？私たちのような人々に愛されてるキラキラした妖精が来たんだから、ちょうどいいタイミングでしょ？それはどうかしら。私の天敵はもちろん、メイのような美しい女の子よ。メイがどんなことを望んでも、私は断れないもの。エリシア、その変わらない元気な笑顔を見ると安心できるよ。私もよ、アポニア。あなたに会うたびに嬉しくなるわ。あ、エリシアちゃんが二人いる。私はエリオ。フェアリーランドから来たデータ室の管理者なの。知りたいことがあったら何でも私に聞いてちょうだい。その手にあるのはタイプライター？何を印刷するの？あら、グレイシュも興味があるのね。試してみない？手を文字盤の上にかざすと、相手に関連する記憶を自動的に選んで印刷してくれるわよ。こんな風に？あ、本当に出てきた。絵の中の人は、コズマ？確かに、少し抽象的ではあるけど、この姿は、コズマで間違いないね。私、覚えてる。コズマがハーモニカを覚えたって言ったら、ディストピアお姉ちゃんが、みんなの前で吹いてってお願いしたの。コズマが吹き終わったら、ディストピアお姉ちゃんは椅子から落ちるくらい笑ってた。ありがとう、妖精さん。いい記憶を思い出せた。どういたしまして。人間のお嬢さん、妖精の力を甘く見ちゃダメよ。それは、妖精の力がレベルアップしたからよ。信じてくれないなら、もう一度試してもいいわ。じゃあ、次はコズマがいい。
やめてくれ。あら、あっさり断られちゃった。でもね、コズマ、グレーシュのお願いなのよ。断ったら、わからず屋なんじゃない？やめろ。あ、印刷が終わった。これは？そこにいるの？もう一度見せるわね。どうだった？確かに勢いがある技でした。そうするのは崩壊エネルギーの流れを操るためなんですか？どちらかというと儀式的なものかしら。どう？フワもやってみて。ええ、わかりました。同じ動きなのにどこか違う気がするのよね。どこか間違えたのでしょうか。どうかしたの？なんだかあまり変わらないような気がして、それに少し恥ずかしいです。あら、向き不向きがあるのかもしれないわね。変ね、結構気に入ってるのよ。エデンにもポーズに関するアドバイスをたくさんもらったし。どうしてこうなったのかしら。すみません、私の問題かもしれません。かっこいい。確かにエリシアらしいね。もうコズマったら、女の子のことをこっそり見るなんてダメでしょ。でもこれで思い出したわ。もともとこの動きを英傑の礼儀作法としてヒオウガの内部に広めようと思ったんだけど、でも指導計画が思ったよりも進まなくて、フェリスに教えるだけで数ヶ月もかかったのよ。まさかコズマの心の声をメイだって聞いたでしょ。話題を変えてもらえないか。子供たちの遊びを思い出してしまったよ。こちらのお姉さんも妖精の力を感じたいの？私の気持ちちゃんと受け取ってね。ええ、構わない。現実の中でも私はよくそうしてきた。うん。
アポニアお母さん、何が書いてあるの？ええ、なんというか懐かしいね。これは未熟な過去。でも子供向きではないようだ。じゃあコズマも見ちゃダメ。グレーシュ、射精する場所を変えてみては？実は先ほどいい景色を発見したんだ。うん、そうする。ちょうど散歩したいと思ってたところだし。コズマも一緒に来る？やめておく。身の安全には気をつけてくれ。俺は少し気になることがあるから調べてくれ。ええ、コズマも気をつけて。あら、みんな行っちゃったわね。白紙を手に入れたし、メイ、私たちも戻りましょう。そうね、コズマとアポニアはある意味グレイシュの保護者だけど、それぞれの立場があるから。でもほとんどの場合、三人でいることはないから、あまり心配しなくていいわ。喜ぶがいい。開演の時が来た。やけどの審判の時は来た。火炎罰剣。やっはっやっ。もう大丈夫ですよ。五行創生、万物となれ。審判の時は来た。もう大丈夫ですよ。まさかまだコズマのことを考えてる？メイも面白いと思ったの？
さかいつもクールなメインがストレートに私を褒めるなんて、これがギャップ萌えってやつ？ずるいわ。みたいにはなくて構わないわよ。他人とのつながりがない英傑なんていないでしょ。メイもすぐにわかると思うわ。さて、次はどの時期の私を見たいのかしら。思い出してみるわね。第四次崩壊はまあまあ順調だったわ。ケビンは初めて勝利の果実を味わえたし、正体にも新しい仲間が加わった。その後にあったのは旧毒用の危機かしら。でもその話のメインはサクラとビルビーで、私たちは脇役なのよね。その後も同じよ。あの時期ヒオウガはほぼ毎日様々な問題のために奔走してた。でも決定的な事件の話となると、おそらく第六次崩壊があった頃でしょうね。メイもとっくに耳にしてると思うんだけど。そう、メイには想像できないかもしれないけど、当時律者になったのに再び人間に戻れたという例は知ってる限り一度もなかったわ。あの時は信じることを選んだけれど、現実は私たちにその重さを味わわせた。あの時からすでに何かが決まってたのかもしれないわね。まるで誰かが種をまいたみたいに、たとえ何をしなくてもそれはゆっくりと根を張り、芽を出して。エリシアお姉ちゃん。違うわ。あたしのことはエリシアちゃんと呼んで。どうして？だってグレイシュが私をそんな風に呼んだらきっとみんな驚いちゃうでしょ。なんでそう呼ぶんだろう。自分たちには見えない何かがグレイシュには見えるんじゃないかって、みんなそう考えてしまうでしょうね。その時、きっとみんな面白い顔をするはずよ。じゃあ、なかった。
エリシアちゃん。それと、メビウスおばあちゃんと呼ぶようにね。おばあちゃん。メビウスおばさんは怒らないの？あら、グレイシュはまだ分かってないのね。おばあちゃんよりおばさんの方がずっと傷つくのよ。でも大丈夫。いつか分かる日が来るわ。その時また呼び方を変えても間に合うからね。うん、分かった。なんだかメビウスおばさんは大変だね。朝から晩まで忙しくて、ご飯を食べる時間もないみたい。緊急プロジェクトがあるみたいで休めないのよね。グレッシュはどうして知ってるの？お父さんのところに行きたいから、お母さんが実験室を辞めることになったの。それでメビウスおばさんに新しい助手二人が仕事の引き継ぎの話をしてる時に聞いてたの。なんか改造手術の話もしてたみたい。ふーん。あら、誰かが戻ってきたわよ。ケビンおじさんは聞こえなかったみたいだね。それに顔色が悪かった。ええ、だって第七律者に勝利したばかりだし、彼もまだ混乱してるんでしょうね。メイが彼にカウンセリングを進めてたから、多分そこから戻ってきたんじゃないかしら。ちょっと話してくるわね。グレイシュはしばらくここで一人でいてもいい？わかった、エリシアちゃん。いい子ね。ディストピアはすぐに戻ってくるって言ってたから、ここで彼女のことを待ってて。わあ、寒いわね。クールなイケメンに路線変更したの？道理で私のことも相手にしてくれなくなったのね。私、ケビンに嫌われちゃったと思って悲しかったのよ。すまない。聞いたわよ。融合戦士計画。ひどいわよね。私に黙ってるなんて。そんないいことを共有しないなんてね。私をこっそりと超えるために費用がの争いってやつ。ケビン、今のあなたはとてもずるいわ。慰めてくれてありがたいが、今は一人でいたいんだ。すまないを2回も口にしてる。その言葉はケビンらしくないわ。メイにも同じことを言われた。でも目を閉じると姫子が見える。彼女は笑って
僕に手を差し伸べてくるんだ。まるでパーティーの日に戻ったみたいで、君やメイもいて。想像できるだろうか、僕が剣を振り下ろす直前、彼女はそんな表情をしたんだ。第六律者と同じ表情を。すまない、こんな話をするべきではなかった。いいのよ、結構嬉しいから。だってケビンの夢に私もいるってことでしょ。でも確かに一人にした方が良さそうね。私ちょっと失礼するわね。エリシア、僕はあの夢が怖い。でも夢から覚めるのがもっと怖いんだ。気にしないでケビン、あなたはただいい医者に出会ってないだけよ。グレッシュ？グレッシュ？あら、誰もいないわね。ディストピアが連れて行ったのかしら。じゃあ、先に謝ってきたのはあなたなんだから。私は悪くないからね、ケビン。あら、こんなことであなたが私のところに来るだなんて考えもしなかったわ。ひどいわね、メビウス。私はケビンに遅れを取りたくないし、あなたに対してもそうだって知ってるくせに。まあ前者はもう叶わないけれど、後者は何としても頑張ってみないとでしょ？いいでしょう。割り込みさせてあげる。喜んで。この手であなたの死に方を選んであげるわ。それはダメよ、メビウス。あなたをがっかりさせるかもしれないけど。ここに来る前から用意しておいたの。私の融合因子なんだもの。唯一無二じゃないといけない。そうでしょ？そうね。そういう思い出もあったわね。どうしようもなく何もできないという時期が。
あの頃の彼はかなり精神的に病んでいたの。仲間から逃げようと思ったこともあったみたい。でも、それは彼ではなく、カウンセラーの問題だと思うの。私のところに来ればよかったのに。そうしたら、一人目の融合戦士は、彼じゃなくなっていたかもしれないでしょ？長編因子の副作用を楽しみにしてたからでしょうね。結果的に彼女はがっかり、というか、羨ましかったはずよ。メビウスにも乙女心があるから。交換してあげてもいいって言ったのにね。本当はね、人と崩壊獣の境界を曖昧にするやり方はあまり気に入っていないの。木を追うがもいろいろと試したのよ。例えば人工生命とか超大型ロボットとか、誰の案かはメイもなんとなくわかるでしょ？それが成功してたら、物語は完全に違う方向に進んでいたかもしれないわね。だってケビンがあまりにもうまくいったんだもの。人々は彼から希望を見出した。それは勝利よりもずっと貴重だってメイも知ってるでしょ？勝利を手にする方法はたくさんあるけど、希望に関しては、人々はそんなに選択肢を持ってないわ。でも、これが重い話だと思ったら大間違いよ。あの頃、融合戦士の選抜基準の設定は、メビウスの実験室が担当してて、すごく厳しかったの。犠牲は避けられないけど、成功率には保証があったわ。比較的にね。しばらくして、ヒオウガには8人の融合戦士がいた。そしてこれこそ、私がメイに見せたかったものなの。わあ、今回の記録は写真だったのね。これは少し後のこと。みんなでケビンの誕生日会を開催したのよ。もう、当時の私ったら本当に綺麗よね。もちろんいつものことだけど。その言い方、結構失礼よ。でも、言いたいことはわかるわ。だって、メイのそばにいるケビンは、
ただの男の子なんだもの。彼女にもっと近づきたいのに、同性にさせてしまったらどうしようって心配して。それでも彼女の気持ちに嬉しくなる。それがあなたの知ってるケビンでもあるのよ。メイも同じね。ケビンと私の前にいる時だけ普通の女の子になるの。ほら、さくらも嬉しそうにしてるでしょ。こういう表情の方が彼女に似合うってずっと思ってたのよね。アポニアとメビウスは出席しなかったけど、面白いプレゼントを用意してたわ。コンが清掃する姿もその時に初めて見たの。みんなしばらくそれをネタにして彼をからかってたわ。ディストピアは念動力でケーキを切り分けるパフォーマンスを見せてくれた。ミスしたふりしてわざとコズマのケーキを小さくしてね。コズマってばすごく落ち込んじゃったから何も言い出せなくて、そうしたらみんなが彼にケーキを少しずつ分けてあげたの。本当にいろいろあったわ。当時にもこういう楽しい思い出があったの。ええ、多分淡い感傷に浸ることになるかもしれないわね。だけどそれは苦痛じゃなくて一種の喜びだと思うの。手にした幸せに喜びを覚えて未来で起きる奇跡に期待するの。だって物事には二面性があるんだもの。そうでしょ？あんなことがあった後でも、ケビンは思い出せるのよ。一人でどう笑うべきかを。だけど、あの時に写真を残さなかったら、メイがこの景色を目にすることもなかったかもしれないでしょ？飾った桜とメイの姿も、まだ角が生えてないコズマの姿も、それからディストピアやコンのことも。でも今は見えるだけじゃなくて覚えることもできる。喜ばしい事実でしょ？少なくとも私は嬉しいわ。メイなら分かってくれると思ってたわ。でも結果も大事だけどね。確かにあらゆることが決まったこの古の楽園の中でも人々は結果を重視してる。例えば戦後に彼の故郷の話をしてはいけない、メビウスからもらったものを食べてはいけない、大変なことになるという結果があるから。それとエリシアの要求を断ってはいけない。サクラに。うん、わらわがどうしたんじゃ。
ごまかせなくなったわね。ちょうどメイに話してるところだったのよ。あの日の桜はすごく綺麗だったって。この写真は、ああ、あの時のことか。懐かしいの。いや、そういうわけではないぞ。ちょうど二人を見かけたから少し気になっただけじゃ。一体二人で何を？ふふん、聞いて驚かないでね。二人はこのドコシエの楽園有力情報ビッグデータ処理センター可視化端末を体験してて。この妖精の魔法タイプライターは過去にあったあらゆることを印刷できるの。知らないことなんてないのよ。あれらの記録は誰かが書いたわけではないのか？え？あなた、妖精の魔法を甘く見すぎてるわね。この端末の原型は、ヒヨオーガのコントロールセンターのデータ記録装置なの。管理者の私でも読み込む権限しかないのよ。すごそうじゃな。それで、ビルビーの居場所を教えてくれぬか？彼女を探しておるのじゃ。強盗か。道理でこの辺りで彼女の気配を感じなかったんじゃな。かたじけない。わらわはこれで失礼する。いってらっしゃい。さくらって本当にすごいわよね。いつも何の音もなくいきなり後ろに現れるんだから。なんだか、今のさくらの反応、ちょっと変わってたような気がするわ。少し気になるけど、気のせいだといいわね。私たちは記憶体だけど、さくらの時間はみんなよりも少し前で止まってるから、多少なりとも気にするんでしょうね。もし彼女があの件の真相に気づいたら、どれだけ驚いて、どれほど悲しむのかしら。でもだからこそ、みんなには幸せな結末を手にしてほしいって、私はそう願ってる。少なくとも、この古の楽園の中では。
場面がどんどん増えておる。じゃが、こういう欠けている状況もここまでじゃ。ビルビーはもうそれを元に戻しておるだろう。喜ぶがいい。開演の時が来た。審判の時は来た。火炎罰剣。もう大丈夫ですよ。五行を奏し万物となる。決戦の時は来た。やっせ。もう大丈夫ですよ。来年の国早く。こんな短時間で工房をもう一つ作ってみせるとは。しかしこの規模は必要ないように思うが。おや、驚いてるみたいだね。落成までまだまだ遠いけど。確かに汝があれらの基地を作った時、その進捗はこの工房よりもずっと驚くほどじゃった。そしてもっと厳密じゃった。十分な権限がなければ、おそらくその中から何かを持ち去ることは不可能じゃろう。だから何事にも二面性があるんだよ。しかし君は恐ろしいね、さくら。なんというのかな、暗殺者の癖かな。仲間の労働の成果を見たときに真っ先に考えることがどう対応するかだなんてね。これは何時？いいな、彼女から得た教訓じゃ。専門家、彼女のことだね。昔のように彼女に整備してほしい武装でもあるの？それならタイミングが悪かったね。彼女は眠りについたばかりだから。わらわが何のために来たか、汝は知っているはずじゃ。おや、わかった、わかったよ。
君の興味をかきたてるようなものはなかったのかな。いいよ、持ち主に返す時が来た。私は武器に関する思考を一度も担当していないんだけど、だからかな。それが修復された姿を見て、私も多少なりとも驚きを感じたんだよ。第三の神の鍵、専門家の初期の作品だからデザインは保守的なんだけどね。そのランダムなご機嫌システムは確かに奇想天外と言えるけど、残念ながらもう楽園の中では形を変えなくなった。だからこそ修復する価値があるのじゃ。おや、そうなの？君が戦闘中に7つの形態を自由に切り替える姿の方が驚きという言葉に合ってると思うけどね。でも余計なお世話だけど、さくら、それを使って何をしようとしてるの？それはもともとわらわの武器じゃ。余計な目的など不要じゃろ。うん、でもこの刀、君は特殊な任務をこなす時にのみ使用するって聞いたんだけど、例えば裏切り者の始末とか、もしくは。それも必要な任務じゃ。必要か。いいんだ、私も聞いてみただけだから。君から借りたそれを実験に使って事故を引き起こしたのも一応私の問題だし。でもちゃんと返すよ。君も知ってると思うけど、私にとって多くの場合、驚きは責任よりもずっと重要だから。さ、受け取って。いや、ビルビー、まだ本当の意味で完成しておらぬ。おや、一時的な代用品だったんだね。おお、なるほど。君は。そうだね。こうすることで、やっと本当の意味で修復完了と言える。専門家の設計、そして、あの人の戒律も、そうだね。君があの戒律も共に戻したいと考えるとは、本当に想像もしなかったよ。
例の剣を知っているじゃろ。君がそれを使った時の記憶を中に封じて、鞘から抜かれる際にその一部を放ち、刀を振るう君に倍のプレッシャーを感じさせる。仲間を守るためにアポニアも結構苦心したんだね。では、君が、そして私自身も、これから願いが叶うことを祈ろう。知っておるか、ビルビー。わらわは最近、ずっと疑問に思っていることがある。おや？わらわの夢の中で泣いている少女は、一体何者じゃ？その憎しみは、どこから来ているのじゃろうか？今なら、ようやく知ることができる。拡散し始めたわね。影に隠れて動き出そうとしてる陰謀の気配が。どうやら今回私は一位にはなれないみたいね。さんのおかげだわ。今度の実験ではきちんと可愛がってあげなくちゃ。エリシアの記憶空間利用しないともったいないでしょ。私と同じような人も行動を始めたようね。あら、今の気配、あなただったの。こそこそして何を探してるのかしら、戦後。あなたってば、挨拶の仕方が独特よね、戦後。こそこそ俺の後をついてきて、お前は死にたいのか。怖がらず、すぐに終わるから。あら、昔話よ。あなたの故郷の話をしたいだけかもしれないでしょ。
いいだろう。死に急ぐお前に付き合ってやる。お前にその覚悟はあるのおい、続けろメビウス。お前を灰にして鱗一つ残さないようにしてやる。だから嫌いなのよ。暴力しか使わないなんて小動物と何の違いがあるというの。前回お前を殺した時の感触、俺はまだ覚えてるぞ。もう一度体験したいのか？前回？あんなの実験の一部に過ぎないわ。まさか私があなたのお遊びに付き合えるほど暇だって、そう思ってないでしょうね。それとも私たちでさえ初めて見たこのとこしえの楽園、何か思いついたの？戦後それはお前だメビウス。一日中コソコソして、いいえ、お前は何がしたいんだ？あら、ちゃんと観察できてたのね。どうやらあなたはバカよりは少し賢いようね。俺の目と耳が腐ってると思ってるのか。お前が数万年かけて用意した計画が、あの律者のせいで台無しになったことを知らない奴がいるとでも。お前が哀れにも地べたを張って屈辱で泣きながら見苦しい失敗を迎えたことを知らない奴がいると思ってるのか？この目で見ることができなかったな、実に残念だ。だが俺にはわかる。お前は教訓など得ない。ただの一度も闇に隠れて時期を待つ、それが蛇の大箱だ。そうだろ？驚いたわ。あなたの頭はただのお飾りだってずっとそう思ってた。あなたも首の上にある器官を使って考えることができるのね。じゃあどうしてあの石と共に落ちた時は何もかも忘れてしまったの？ねえ、怒った？あら、焦ってる焦ってる。何？文明人のふりをやめたの？私の口を封じたくなった？自信満々だなメビウス。焦り、そしてそういうふりとやらをやめたやつとは一体どいつだ？そんな幼稚な挑発をしてお前は俺に誰を殺させたいんだ？俺の目と耳はちゃんと機能してる。ましてや俺はバカではない。この楽園はお前の復讐の舞台にされたに過ぎない。今
お前はようやく長吉のふりをやめ、思い切り汚い手段を使えるようになった。だが、千号はお前に利用されることはない。とはいえ、お前が失敗した後の集大を見るのはいい暇つぶしになりそうだ。仲良し？あなたって本当に変な誤解をしてるわね、千号。私たちは最初から仲間じゃない。仲良しのふりをする必要があるのは誰だと思う？十三英傑？そんなもの本当に存在してるの？私たちは最初から。こんなにバラバラなのにね。次はある特別な場所に案内してあげましょう。考え？それほどのものでもないわ。儀式的な感じかしら。ほら、第七次崩壊の後のことをメイも知ってるでしょ？第八律者から第十一律者まで、私たちは得たり失ったりしながら前に進み続けた。どれも大事な思い出だけど、一つずつ細かく語るには少し煩雑だわ。だから直接クライマックスに入っていいと思うの。あの扉をくぐったらわかるはずよ。私たちが初めて出会った場所よ。だってこれからの物語はここと関係があるんだもの。ここは私たちの始まり。あ、今のは私とメイじゃなくて、そしてここで私は意気揚々と世界にこの名前を発表したの。もう少し装飾品を多くした方がいいかしら。普通の集まりに見えちゃいそうね。今日は真剣な話をする日なのに。そうだ、こうしましょう。今日はし、あー、いい感じね。家のような雰囲気だわ。みんなが気に入ってくれるといいんだけど。次は他の場所も見てみようかしら。
やっぱりビルビーに内装をお願いして正解だったわ。もうここを使ってた人って本当に風情がないわね。ちゃんと飾り付けをしてよかった。今の方がずっと可愛らしいわ。印刷した書類はここに置いて。エリシア、注文したものができたよ。ああ、ありがとうビルビー。あら、今はコックのビルビーと呼んだ方がいいかしら。好きに呼んで構わない。13人分のお菓子とお茶はテーブルに置いておくよ。ああ、ビルビーったら本当に最高のコックさんね。きっとみんなもあなたのお菓子で楽しくなると思うわ。そうだといいけど。うう、来てくれた人の数予想より少ないわね。さくらは欠席するって連絡してくれたけど、他の人たちはどこにいるの？千号は行方不明で見つからない。でも彼はいつもそうだから心配はいらないと思うよ。メビウスは実験室にこもっている。呼びに行った時に門前払いされたから少し悲しいけどね。コズマは少し前にビルビーに調整を頼んでた。最近は不安定でみんなに迷惑をかけたくないと言ってたから、おそらくスーに治療してもらってる。グレイシュは出かけたくないようでした。万が一のためにフェリスは彼女のそばにいると。あら、みんな忙しいのね。つまりしばらくここに来る人もいないってことよね。じゃあ始めましょう。今日の議題についてみんなも知ってると思うけど、今まで私たちはヒオウガの大事な宝物だった。みんなの努力と優秀さのおかげで私たちを認める人はどんどん増えてる。だから、そろそろみんなのために新しいポジションを手に入れる時が来たと思うの。ヒオウ 13A 血。この名前をみんなは気に入ってくれるかしら。私が30分もかけてやっと思いついた名前よ。さて、順位を設けた理由はきっとみんなも分かってると思うわ。じゃあ、私が第1位だっ
ってことに対して何か言いたいことはない？ないの？あら、恥ずかしいわ。じゃあ続けるわね。以上が順位と刻印のすべての内容よ。規則に縛られるのが好きじゃないってことはわかるけど、基本は守ってほしいわ。みんな仲良くっていう基本を。そうだ、英傑の象徴としてみんなにプレゼントを用意したのよ。じゃーん。可愛らしい人形だね。私をモデルにしたからね。私と同じように聡明で優れた美貌を持ってるわ。全部で13体もいるのよ。これでどの英傑のそばにも完璧なエリシアがいる。そうでしょ？ねえ、アポニア。確かに喜ばしいことだと思う。喜んで受け取っておくよ。ありがとう。どういたしまして。エデンは昨晩あげたわよね。じゃあ他のみんなは。みんな恥ずかしがり屋さんなのね。まあいいわ、気が変わったらいつでも来ていいのよ。さて、次は火を追う英傑の。エリシア。あら、ケビン、何か発表でもあるの？みんなちゃんと聞いてね。もう十分だろう。僕たち本当は知っているんだ。君が提出した書類が許可されていなかったことを。上層部はそういった団体の存在を許さない。それが何だっていうの？いや、それは火を追う側、十三英傑の存在を認めていない。やっぱりこんなにストレートに事実を見せると少し悲しくなるわね。それにあの時の会話をもう一度聞くと、さすがの私でも挫折感を覚えるわ。その価値に問題があったのかもしれないわ。
だって英傑はある意味一種の特権でしょ。そういったものが組織の中にあると様々な問題が浮上してくるのよ。ヒオオガはそういう特権を望んでいなかった。そういえばメイもなんとなく想像できるでしょ。確かにメビウスの道徳観は普通の人と少し違うわよね。というより道徳観がないって言った方が合ってるかしら。恨まれることは避けられないわ。ええ、千号の性格を知ってるでしょ。否決されても意外じゃないわ。アポニアは常に彼女の考える善を実行しようとしてた。ただ彼女が何をしても結果は悪に導かれてしまうの。多分それが運命のいたずらなのかもしれないわね。ほら、上層部の捏造とも言えないでしょ。彼らには彼らの考えがある。そしてそれは合理的で正しかった。当時メイはすでに実質的なリーダーになってたけど、独断で決めるわけにもいかないから仕方なく書類を却下したの。ただ却下に使われた言葉はあまりにも私をがっかりさせるものだった。半数以上のメンバーを英雄として認めないなんて、嫌な思いをして当たり前でしょ。別に費用がとやり合うつもりはなかったのよ。最初から特権なんかよりみんなのためにポジションを手に入れたかったの。その点においては大丈夫だったけどね。ほら、許可がなくても私たちを認め感謝し、英傑たちの物語を歌い紡ごうとする後世の人はたくさんいるでしょ。けど、私はメイの考えを聞きたいわ。今の反応からして、少なくともメイは千号たちに対しても英傑というメイを否定しようとは思っていない。そうでしょ？どうしてそう思うの？メイの目に映る私たちはどういう存在なの？平気よ。ずっとここに立ってるのも退屈だし、もう少し歩いて最初にあった出来事をもう一度体験しましょう。メイはずっとここにいて
いろんな場所を知ったでしょ？もう一度すべての始まりに戻ったら、別の感情が湧いてくるはずよ。そう思わない？その後、メイは求めてた答えを手にして、ここを出る。そう考えると、少し寂しいわね。どれほど時間が経ったとしても、やっぱりお別れになれることはできないみたい。だから、今回は近道をしないで、メイが今まで歩いてきた足跡に沿って、もう一度歩いてみましょう。そう、メイへの鼻向けだと思って。覚えてる？私たちが初めて会ったのはここだったわ。あの時のメイは初めて楽園に来て、どうすればいいかわからず驚いてるウサギみたいだった。そんな時、花のように美しい少女が彼女の目の前に現れて手を差し伸べたの。だって、メイの角は2本もあるもの、ウサギさんみたいでしょ？そんな少女に導かれ、メイは旅を始めた。じゃあ、ここで出会った人たちも、メイは見慣れてるのよね？ケビン、フア、サクラ、みんなメイの知り合いでしょ？ずるいわね。私もメイとの共通の話題が欲しかったわ。サクラは冷たそうに見えるけど、本当はすごくいい人なの。そしてここで、メイは一人の情熱的な英傑と知り合いになったのよね。少なくとも、熱があるのは本当でしょ？戦後はすぐに照れるし、しょっちゅう他人と言い争っているのよね。たまに困っちゃうわ。でも、彼の消えることのない怒りの炎は、
も理解できるようになったのね。知らないうちにメイも彼と熱い友情を築くことができたのね。私もよ。黄昏は美しいし、木の葉も綺麗。時間の流れでさえ緩やかで、落ち着いたもののように感じる。あの哲学的で様々なことを知り尽くした各社にふさわしいわ。そう思わない？私も、彼がどうやってその特技を身につけたのか気になってる。メイが出会った英傑の中で、スーは一番あなたを助けようとしてくれた相手だったでしょ？医者の心は、どこにいても変わらないのよね。私のことをちらっと見た？見て、木の下にピアノがあるの。私の大親友エデン。この古の楽園はもともと彼女の資産だったのよ。だって、芸術に関する生まれつきの才能も、そのおかげで手にした名声や富も、エデンの一部なんだもの。美しく悲壮感が漂う結末だった。エデンらしいわ。メビウスの好みだって一目見ればわかるけど、私のセンスとはあまり合わないわ。そんなことはないはずよ。私はずっとメビウスのことが大好きだもの。特に、彼女をからかうときとか。かわいそうなメビウス。勇敢なメイに陰謀を止められただけじゃなくて、現実の自分にも裏切られたなんて、聞いただけで泣けてくるわ。誰かに彼女を慰めて欲しかったの。わあ、店ね。ここに来るたびにメイはほっとしてるのよね。
その点においてフェリスは確かに凄腕と言えるわね。正確に言うと、物をなくしたことに気づいてないのよ。フェリスのお宝の多くは他人に捨てられた不要品。それらのものが彼女に拾われて、大切に店に置かれる方が、むしろいいことなのかもしれないわ。普通の日常を大切にすること。フェリスがいるからこそ、私たちはそういう気持ちを失わずに済むのよ。この絵の中で、メイはあの無口だけど、いろんなことを考える少年と出会ったのよね。コズマは口下手だけど、私たちの中で一番優しい人かもしれないわ。彼に協力を求めた時、一度も断られなかったもの。彼はもともと優しい子だから、メイとは仲良くなれるかもしれないわよ。二人とも角を持ってるし、食感も似てるしね。それから、この絵の持ち主。無邪気で純真無垢。まるで白紙のような小さな画家。必要な知識しか教えてないわよ。灰色のグレーシュ。彼女の存在自体が多くの人々に希望を灯した。そして彼女の絵の端にあるのは最後のエリアよ。指針の書へとつながってる。ほら、旅の終点に着いたわ。ここに入るためにいろいろと頑張っていたメイに協力したのは、目立ちたがり屋で観客が大好きな魔術師。はっきりと覚えられるなんて、ちょっと彼女が羨ましいわ。思考分割の能力。
私も自分自身を二人にできたら完璧さも二倍になるんじゃないかしら。今想像したでしょう。そうよね。このエリア、確かに彼女らしいわね。明るくて神聖で、癒しの光を放ってて。メイが出会った最後の英傑、その正体も最も特殊だった。運命を予見しながらも、運命に禁錮されているアポニア。だから、この古の楽園最大の秘密を隠せるのは彼女だけなのよ。ええ、本当に遠くまで来たわね。思い出すべきことはまだたくさんあるのに、もう終点に着いちゃったみたいね。メイ、見て。あの扉はそこにある。どう？答えは出たかしら？そういえば、来訪者の中でも、メイはかなり特殊な存在なのよね。英傑全員と友達になる律者がいるなんて、誰も想像できないでしょうね。それで、メイの答えは？多分それが終わる世界が人々に与えた最も貴重な贈り物なのかもしれないわね。
メイの言う通りね。イニシエの楽園が記録しているのは、そんな簡単な物語よ。英傑たちも所詮、複雑な心を持ち、欠点がある普通の人。当時生きてた普通の人たちと同じように。市場があるし、包み込むような愛情を持ってるわけでもない。しかも、感動や思いつきで、衝動的にすごく偉いこともするの。彼らは最初から完璧なヒーローだったわけじゃない。ただ、あの時代で、そこに現れたのが彼らというだけだった。ただ、それだけよ。だからこそ、他の人に変わったとしても、きっと変わらない選択をすると思うわ。しかも彼らより、もっとよくできるかもしれないわね。それが美しいとこしえ。私が信じる神話なの。あなたはすべての物語を見ることはできない。その片隅を全部理解することすら難しいの。13人の命のすべてはそれほど複雑で美しいものだから。それ次第で終点に着いた時にあなたが得るものが決まるのよ。目的って言われるとちょっと大げさかしら。前にも言ったけど、イニシエの楽園にはちゃんと現実的な意味があるのよ。メビウスの成婚計画の一環としてね。けどメイの言ったことは確かに私の小さな願いでもあったわ。最初から変わらない。私の譲れないことなの。きっと、今のメイなら、落ち着いて私の結末に向き合えるわね。
そうね。多分、私は本当に大きな嘘をついたのかもしれない。私の人生の中で唯一の嘘を。だって、私も怖かったのよ。もし私が第十三律者だって知ったら、メイはもう、笑って挨拶をしてくれなくなるかもしれないでしょ？私を疑うかしら、私から離れていくかしら。私、がっかりさせちゃった？はいはい、もうからかわないわ。レイは答えを手にしたらすぐにここを出るんでしょ。だからメイとの思い出を残したかったのよ。とっくにできてるのに、どうしてメイムに包まれたままなの？
の知りたかったあのパーティーに関するすべてはあそこにあるのよ。あの時具体的に何があったのか、私も気になるわ。忘れたの？私はただの記憶体。何がしたいのかはわかるけど、実際に何があったかは知らないのよ。私、ちゃんとできたのかしら。みんながどう思ったのかも気になるし、でも彼らの反応から察するに、結果はいいものだったんでしょうね。でなければ、いにしえの楽園にはエリシアがいないはずよ。ところで、まだ少し残念なことがあるのよね。十三英傑は一つのチームだってずっとそう言ってきたけど、よく考えたら私たちは一度も十三人で肩を並べて戦ったことがないのよね。もしメイが悪役を演じてこの小さな願いを叶えてくれるなら、私きっとすごく嬉しいわ。あ、メイのケチ。ところでメイ、もう一つ聞きたいことがあるのよ。私たちのような記憶体、生前の記憶をデータで再現したいわば仮想的な存在は、あなたの目にはどういう風に映ってるの？早々に犠牲になった殉道者も、未来まで生き残った先行者も、彼らは私たちとは何の関係もないリアルな存在でしょ？ここに残っている私たちはただの過去。昔に残った影のようなもの。私たちはここにいてもあなたがいる現実に触れられないし、共に未来に向かうこともできない。あなたがここを出て普通の現実の世界に戻ったら、ここにあったことはただの物語、フィクションだって実感するでしょう。しばらくしたら、あなたはここのことを忘れて、この話を忘れて、私たちの存在を忘れてしまうかもしれない。あなたは私よりいい人に出会うし、すでに出会っているのかもしれない。あなたには自身の人生があるし、自分の明日を抱きしめないといけない。そうしたら、私たちの感情、思考、意志、そして行為に、
本当に意味はあるのかしら。あなたにとって、その他の人たちにとって、私たちにはどういった意味があるの？ごめんね、またメイを困らせちゃって。私のもう一つのわがままだと思っていいから。大丈夫よ、考える時間はまだたくさんある。ここを出る前に正直に私に教えてね。たとえ答えがわからないだったとしても、メイの心からの答えなら私は受け入れられるわよ。メイ、こんな形であなたに出会えて本当にラッキーだったわ。あなたは私にずっと欲しいと思いながらも手の届かない贈り物をくれたの。あら、日が暮れてきたわね。結局あのメイムが何なのかわからなかったわ。こうなると夜が明けるのを待つしかなさそうね。明日の朝またここで会いましょうね。道は私が何とかする。一緒にメイムに包まれたあの島に行って、最後のパーティーがあった場所で第13律者の誕生、そして、その終わりよ。
綺麗な夜景だ。妹も見られたらいいのに。あの時、暗い影が見えたんだ。嘘よ。また私を驚かすつもりね。嘘じゃないよ。本当に見えたんだってば。ママ、このお花たちすごく綺麗。ええ、いつも美しく咲いてるわね。このお花、あのピンク色の髪のお姉ちゃんにプレゼントしてあげよう。とっても悲しそうに見えるから。こんばんは、メイさん。ええ、私も驚きました。こんな普通の夜は久しぶりです。まるで日常へと戻った気分です。今までの戦い、末日、追憶が長い夢のように感じました。すみません、変なことを言いましたね。気にしないでください。ええ、神出鬼没の敵以外、特に危険はなさそうです。どうしてアポニアはここを隠していたのでしょう。あ、いえ、まさかエリシアがその剣を教えただなんて。そのことに驚いただけです。彼女は今でも気にしてると思っていましたから。なるほど。きっとあなたには真相を知る権利があると考えたのでしょう。すみません、彼女のことを尊重したいので私からその話をすることはできません。続きを教えてもらえなかったんですか？火を追う側、確かに最初の提案を却下しましたが、その後
彼らは折衷案を出したんです。彼らは選び抜かれた5人による五英傑を作ることで、エリシアの考えた英傑制度を推進しようとしてました。はい、エリシア、ケビン、ビルビ、スー、それから私です。ですが、エリシアは断固として妥協しませんでした。全員じゃなかったら最初から作らない方がいい、そう言いながら、多分もともと五英傑以外の人たちが非難されていたので、エリシアは彼らのための権利を勝ち取りたかったのでしょう。私も理解できませんでした。ですが、火を追うガガワの理由は、未来のない人間はいらないと。彼女は私よりもずっとふさわしいはずなのに。それは身に余る褒め言葉です。毒妖は早い段階から火を追う蛾の内部で起きていた権力闘争に加わっていました。上層部に彼女と関わりを持った人たちがまだいたようです。刃の鋭さを知っているからこそ、それが自分の首に当たることを恐れていたのでしょう。コズマの場合、体の状態が理想的とはあまり言えなかったんです。ビシュヌの因子が彼の理性をいつ蝕むか分かりませんでしたから、それが理由です。あまりにも純真だからこそ、その力をコントロールできないのです。そして子供というのも一つの問題でした。いいえ、おそらく戦略を決める側はそもそもその名前を知らなかったのでしょう。あの惨劇が起こるまで、フェリスは数多くの第二期融合戦士の一人に過ぎず、戦果もありませんでした。上層部は彼女のことを何も知らなかったのです。ええ、ご存知の通り、
火を追う十三英傑の称号は広く伝わりました。よく考えてみれば、彼女がしてきたことは儀式的なものが多いのですが、順位や刻印、会議長として使われた黄金の庭も。誰もが彼女のペースに合わせていたわけではありません。でも結果的にみんな彼女の言う通りになりました。こう話すのは少し変かもしれませんが、エリシアが私たちにしてきたことはなかなか楽しかったです。彼女の言う仲良しという目的が達成できたかどうかはわかりませんが、誰も彼女の情熱を無視できませんでした。その目線から考えれば、彼女はすでに成功しているのでしょう。理解や必要性、もしくは単なる妥協。英傑制度は一度も正式に許可されていませんが、私たちは皆、自身の英傑の肩書きを認めるようになりました。少なくとも彼女の前で否定することはありませんでした。そういった一体感と貴族意識は一つの救済だったのかもしれません。希望と未来を失ったことへの救済です。私にはわかりません。まあ、彼女が何を考えてるか、見抜けることはそうありませんでしたが、確かに彼女は、真心を持って、周りの人たちに接してきました。最初からそうなんです。出発の準備をしたの？さくら？ああ、リンに合流の場所を教えた。わらわたちは二手に分かれて出発する。わらわはおとりになって追っ手を巻く。リスクのある計画に聞こえるわね。もっと安全な計画を立てる時間などない。一か八かにかけるしかないのじゃ。それより何時は大丈夫なのか。私？サクラがいないと寂しいかってこと？もちろん大丈夫じゃないわ。リンが第十二律者だという情報をわらわに教えたのは何時じゃ？もしわらわたちがこのまま行方不明になったら、何時は疑われ責任を問われるやもしれぬぞ。教えたのが私だなんて誰もわからないと思うわよ。それに私だってわかったとしても
どうすることもできないでしょうし。もしかしたら男児を閉じ込めるやもしれぬ。奴らが凛にしたように。私は十三英傑のトップに立ったことのあるエリシアよ。私を閉じ込められる場所なんてあるはずないでしょ。十三英傑か。最初は汝の気まぐれかと思ったが、まさか今に至るまでそれを守り抜くとはな。それが何時の目標なら、わらわも味方しよう。ただ、エリシア、リンは本当に無事か？それってどういう意味？費用を奪わ、何の根拠もなく、あの子を第十二律者として認定したりはせぬ。もし、もしもの話じゃが、あの子が本当に人類の敵になったら、わらわは。さくら。何か異常があると思う？いいな。あの子はリンじゃ。昔と変わらぬ、わらわの妹であることを保証しよう。だったら彼女は普通の人間よ。費用がの面々が何を発見したとしてもね。あなたより、リンを理解している人はいないもの。わかった。わらわはリンを信じ、何時も信じることにする。ええ。ところで、さくら。楽園で記憶の同期をした方がいいんじゃない？今の気持ちを記録しないと、なんだかもったいないような気がするのよ。ギナ、遠慮する。リンの身にあったことを、あのわらわに知ってほしくないからの。ただの記憶体だとしても、わらわには二度とこんな難しい選択に直面してほしくないのじゃ。わかった。今度記憶の同期をするとき、あなたには内緒だって、向こうのみんなにも注意しておくわ。いってらっしゃい、さくら。感謝する、エリシア。刹那の名の本当の意味、気に入っておるぞ。では、さらばじゃ。
桜。奇遇よね。私たちが別れた日もこんな月夜だったわね。一緒じゃないのね。まさか一人で私に会いに来たの？妖精エリ、嬉しいわ。なんて失礼な人なの？私だったら約束の時間よりも先に着いて、愛しい人の子と一緒にいられる最後の時間を大切にするのに。そうよ。真相知ったら、あなたはここを出るんでしょ？昨日一緒にタイプライターを直した時に、大人の私がそう話してたわよ。彼女はとても寂しがってたわ。私たちをずっと覚えてもらえるように、彼女は最後の島にいろいろなサプライズを用意したのよ。メイが眠るたびに楽園の夢が見られるほどのサプライズね。そうすれば、あなたがここに残ってくれるかもしれないって。
女ったら甘いわよね。あなたはここでたくさん苦労したんだもの。残ってくれるはずないでしょう。え？違うの？あなたたちが去って行った後、誰もデータ室に来なかったの。どうせ暇だったし、外の風景を見に行こうと思ったのよ。午後の日差しはポカポカしてて、空気も甘い花の香りがしたの。もふもふした猫ちゃんにもたれたら、すぐに眠っちゃったわ。日は暮れてて、猫ちゃんもいなくなってたの。急いで戻ったら、なんと、データ室の鍵がかかってたのよ。とこしえの楽園に危険なものはないから、鍵をかける必要なんてないわ。あらゆる解錠魔法を試したけど、結局じゃなくて、開けられなかったし、庭で夜が明けるのを待つしかなかったのよ。そうよ。こんな状況は初めてなの。あるに決まってるでしょ。可愛らしくて魅力的で完全無欠な管理者の妖精さんがいるじゃない。なんてね。確かに、まさか、誰かが唯一無二の私を狙ってる？それはいけないわ。妖精エリはそんな暴挙を許さないんだから。扉を壊す魔法を使ってでも、相手の間違った行動を阻止しなきゃ。これは非常時の手段よ。では、愛しい人の子、お先に失礼するわね。
これがサプライズ。それはありえない。僕もそうだと思ったから何度も確認したよ。もしかしたら私たちの視線の届かないところが存在しているのかもしれない。そんなに理解しがたいことだったかしら。まさか今でも彼女がどこかに隠れて私たちの表情を見ながら笑ってるとでも思ってるの？彼女は一度もそんなおふざけをしたことはないはずよ。おや、まさかあなたの口から彼女に対する肯定の言葉を聞くとは思わなかった。メビウスもかなり驚いているようだね。あら、誰かと思えばあなただったのね。ごきげんよう、メイ。何か用事でも？彼女に何か用事でもあるのか？
すまない、来訪者。エリシアはトラブルに巻き込まれたようだ。彼女は、いなくなった。あら、どうやらラットさんはまだ分かってないみたいね。スーの話はいつも分かりにくいわよね。私が訳してあげましょう。あなたが探してるあの女は、死んだわ。Thank you.